はい、今回はですね、今明治大学サッカー部寮に来てます。今回はある選手の密着をさせていただくんですが、明治大学サッカー部で木村拓人選手、横浜 F マリノス内定ということで、はい、木村選手に密着したいと思うんですが、木村選手は横浜 F マリノスジュニアユースからというところで、今明治大学で、しかも大学2年生というサイドバックからミッドフィルダーにコンバートしてので、今プロ内定と、はい、ちょっと密着をさせていただきたいと思いますので、はい、大学生の密着は初かな。そうですね、大学生のプロ内定の選手は、はい、ということなので、楽しみに実際にやっていきたいと思います。僕も横浜 F マリノスの OB です。おはようございます。おはようございます。木村選手です。失礼します。よろしくお願いします。今朝のちなみに6時半。はい。で朝練習して学校ってこと。そうです。学校行ってって感じです。朝終わって。なるほど。はい、横浜 F マリノスの内定が決まったのは今年、はい？今年の7月とかです。それは何チームかこうファーマーケット。いやまあ一応ずっとマリノスだけ練習参加をして。うん、後から他のチームも行ってみるかって言ったときに、本当オファーが来てくれて、すぐにマリノスに行くっていうふうにさせていただきました。マリノスのジュニアユースだもんね。はい、で小学校からマリノス、ユースに上がんなかった。いや、ユースに上がって明治大学です。あ、はい、そうなのね。でそこから明治大でまたマリノスに戻るって感じなんですね、はい、なるほど。ちょっと様子もかっこいいので人気が出そうな。そうですね。感じがしますけど、今日は一緒にも練習させてもらうんですけど、はい、あの監督にも練習今日きついよって言われてますけど、はい、水曜日はいつもカフカって言って、うん、カフカトレーニングって言って、うん、1対1とか、なるほど、普通にもうバチバチ走ったりとか。あ、そうなのね。夏さんが好きな、好きじゃない、レッスンやサッカーできると思うので、なるほど。今日はもうみんなヘトヘトになって。ああ、そうなの、はい、みんな試合より遅いと思います。今日1日というか、はい、めちゃくちゃ勝ちまうので、はい、ちょっと話を聞かせてもらえながら、はい、お願いします。よろしくお願いします。今はまあグラウンドに来られたと思うんですけど、寮で、まあ、なんか朝起きてからっていうか、流れ的にはどんな感じでここまでたどり着くんですか？朝起きて、まあ、洗顔や寝癖とか直して、はい、で、まあ、保湿して、ご飯食べて、うん、でもすぐ来るみたいな感じです。で、ストレッチとかちょっとして、あっちでもまたここで最後準備して、はい、練習に入るみたいな。あ、じゃあ結構美容朝整えてから、肌が綺麗なのが、はい、人前出るんで、あ、いいな。さすがです。ちなみにそのストレッチっていうのはなんかいつものルーティン的なのはあるんですか？そうです、体幹は、体幹とかは毎日刺激入れたりしてやってます。あ、怖い、あ、怖い、怖いな。およ、もっと強めに押していいよ、強めに押してしっかりコントロール、コントロール、下半身突っ込まないように、こっち面とかで伝えよう、はい、でも1ターン終わり、終わり、戻るところまでだぞ。アイロートパスまでしっかり、この間の試合もお前入れ替わる多かったね、気をつけろ、頭つく、頭つく、
せるかな。溜まってるとこ全部探して。おい、逆空いてるぞ。やばかったですか。やばいっす。いやいや。いつも映ってます。前だけ。前だけ。前だけです。あ、ちょ。お疲れ様です。お疲れ様です。練習お疲れ様です。お疲れ様です。まあ約2時間弱ぐらいですかね。行われたと思うんですけど、まあ今日は上げ日ということではあったと思うんですけど、まあこういうきつい練習の中でも特に練習の中で意識していることっていうのはありますか。そうですね、結構今日対人のメニューが多かったと思うんですけど、そこでやっぱ最後ゲームとかになった時に、普段のサッカーと離れないというか、やっぱ強い強度の中でもしっかり早く準備して、やっぱ対人って頭になってしまうと、やっぱ頭固くなって、まあ、目の前の相手だけになってしまうので、やっぱり味方の選手とのつながりであったり、まあ、強度高い中でもしっかりボール奪われないでゴールにつなげるっていうところを意識して、逆に守備はこんだけ4年間1対1を追求してやってるので、やっぱり相手に強くプレスかけてボール奪い切っていい攻撃につなげるっていうことを意識して4年間やってます。まあ、そのようなことを意識して、はい、まあ、4年間、まあ、ここまでプレーされてきたと思うんですけど、はい、まあ、この明治大学に入って、まあ、自分が特に一番成長したなと感じる部分ありますか。そうですね、自分は高校卒業時、ここ大学1年生サイドバックだったんですけど、大学2年生でボランチになって、サイドバックとボランチって全然その体の向きとか見える視野とかが違かったんですけど、本当大学で一番強度高いこのチームで4年間やることによって、やっぱり相手のプレスが来ても慌てずにしっかりボールをさばけたりとか、まだまだ足りないですけど、そういうところがやっぱり他のチームと強度が
違う高い中で揉まれてやれたことで、うん、やっぱり大学サッカーでも少し通用する、うん、サッカーができるようになったっていうふうに思ってます。まあ、今ちょっとあった通り2年時にコンバートってあったので、はい、実際そこのなんか経緯的なものをちょっと知りたくて、サイドバックからボランチって異色だなっていうのはちょっと感じるんですけど、はい、今 FC 東京にいるアルシュートさんっていう選手が明治に自分が1年生の頃にいたんですけど、その選手が抜けてしまった時にやっぱボール強く奪いに行けて、はい、うん、やっぱり攻守ともにアグレッシブにプレーできる選手がそのタイプがなかなかいなくて、うん、その中で自分がそういうタイプというかそういうことができて、まあ、コンバットされてって感じです。うん、まあ、ここからまあ残りのリーグ戦と、まあ、その後の、はい、まあプロっていう道があると思うんですけど、そこへの意気込みというか目標があれば教えてください。そうです、まずは明治大学に恩返しをしたいっていう思いが強くて、自分も明治大学じゃなかったらもしかしたら本当にプロになれずに、うん、ボランチにもなれずに、はい、道を掴み取ることができなかった可能性も高いと思うので、本当にもうその自分をここまで成長させてくださったこの部活に感謝を表現して、必ずリーグ戦とインカレを取りたいというふうに思っています。でプロになったらやっぱり今 J リーグで1位で、やっぱりすごい厳しい道にはなると思うんですけど、まあ、そこに臆することなくここでやってきたことを精一杯出し切って1年目から試合に絡めるように頑張っていきます。ありがとうございます。はい、練習お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、ちょっと今、木村選手にインタビューさせてもらって、まあ、よくいる友人ということをお聞きしたんですけど、実際にまあ人柄を迫るという部分でピッチ内外のちょっと印象をお聞きしたいなと思うんですけど、はい、ピッチ内まずどんな印象ですか？そうですね、ピッチ内はやっぱりもう本当に頼れる男っていう、もう本当にそれに尽きるなっていうふうに俺は思ってて、プレーの部分でやっぱりその、まあ、ボランチとして、まあ、本当に、まあ、推進力あるプレーであったり、その中盤で奪い切る球際の強さであったり、うん、今の明治にも欠かせない存在だなっていうふうに自分自身は思ってます。ありがとうございます。まあ、自分も本当に同じポジションとしてもそうですけど、本当に頼れる存在だなっていうふうに思っていて、本当にちょっとオーバーリアクションもあるんですけど、はい、こう気持ちがこもって見ていて気持ちいいよって言ってやります。はい、いないって言うな。ありがとうございます。まあ、逆にピッチ外という、まあ、なんか私生活とかそういう面ではまた違う、ね、ピッチ外では、はい、まあ、性格的には結構人見知りな感じの性格だと思うんですけど、はいはい、まあ、結構心開いた人には結構ガツガツ来てくれる、まあ、可愛いそんな一面持ってるかなと思ってて、まあ、本当にやるときはやるし、まあ、そういうメリハリの部分はすごいしっかりしてるなって思います。学校内とかでなんかモテたりはするんですかね？ゼミも一緒なんですけど、あ、はい、まあ、結構ゼミの中心で、あ、結構ボケもできるしツッコミもできるし回しもできるって、結構何の役でもこなす、はいはいはい、柔軟性というか、まあ、人間的な部分も結構しっかりしてるなっていう印象ですね。はい、ピッチ外は、まあ、自分後輩なんですけど、まあ、いつも優しくしてもらって本当によくしてもらってる先輩で、まあ、ピッチ外は結構おちゃらけというか、まあ、結構うるさい印象があって、はい、まあ、カバチョがちょっと可愛い一面ある。来季ですね、横浜 F マリノスに入団すると思うんですけど、実際にどのような心境というか決まったというか。そうですね、その、まあ、本当に率直にそのマリノスに入団が決まった時は、もう本当に同期としてすごいもう自分のように嬉しかったっていうのがあって、本当にやっぱりその1年生の頃から切磋琢磨してきた仲間でもありますし、まあ、そこの部分は素直にすごい嬉しかったなっていう思いがあって、まあ、それと同時に自分自身も木村に負けないようにその日々彼を超えていくような、まあ、パフォーマンスをしていかないといけないなっていうふうに思いますし、まあ、一個そのちょっと話はずれるんですけど、そのエピソードとして、はい、その彼はその1年生の頃からそのずっとその練習着をそのマリノスの練習着を意識、あ、はい、ずっと練習できてて、本当にそれぐらいマリノス愛が強くて、どんな時もそのマリノスに戻るんだっていうのを もうずっと耳がタコになるぐらい自分はもう隣で聞いてきたんで、それは本当に彼の信念の強さっていうか、まあ、その揺るぎないそのブレないメンタルっていうところが、まあ一個そのマリノスに下がったなって思うので、まあ、自分もそこは見習っていきたいなっていうふうに思いました。自分も、まあ、早くその舞台に立って一緒に戦いたいって思いましたし、まあ、あと4ヶ月しかないですけど、まあ、同じピッチで戦える時間を大切にして、まあ、得るもの得て、まあ、時間を大切にしていきたいなっていうのと、さすがにちょっと
マリノスさえ強いっていうのもあるんですけど、さすがに2年生ぐらいからボロボロの練習に来てさすがに帰ろうと思って、いやいや、来すぎて、ありがとうございます。まあ、最後の質問になるんですけど、まあ、ここから、まあ、リーグ戦だったり残りの試合っていうところに向けての、まあ、個人的な目標というか意気込みを教えていただきたいです。まあ、これからその後期のリーグ戦だったり、まあ、インカレが始まっていくので、まあ、本当に自分たち4年生としてはもう本当に1月1日の、まあ、国立決勝でしっかり優勝して、まあ、最後優秀のビデオを飾ってしっかり笑顔で終わるっていう部分に、もう今年の4年生はもう本当にそこに集中して やってるので、まあ、そこの部分をしっかりまずぶらさずに、その今日みたいにきつい練習でも毎日実直に取り組んで、まあ、明治らしく学生らしく取り組んでいきたいなというふうに思います。同じく、マリーグ戦とインカレ残ってますけど、まあ、どちらとも優勝するっていうのがチームの目標であるので、まあ、そこに全員が矢印を向いて今突き進んでいるので、そこは絶対逃さないで2つとも優勝して終わりたいっていうのと、まあ、今年自分怪我がついてるんで、まあ、コンディション上げて、まあ、最後ピッチに立ってチームに貢献できたらなというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございます。お昼は、八幡山駅にあるサッカー部がよく通っているアジセンという中華料理屋さんに来ています。おすすめのメニューは何ですか？僕的におすすめはチャーハンです。このチャーハンはやばいです。明日これが僕おすすめのチャーハンです。味付けが好きです。濃いめで礼儀大事だから。おいしい。やばいっす。やばいってやばい。やばいっす。ぜひ、安くて量が多いっていうこの特徴。学生に優しいよね。そうそう、学生に優しいっていうのもあれなんで、もしよかったら八幡山の味仙来てください。食後のデザートです。何ですかそれは？ジャイアントコーンです。最高っす。いやっす。だって俺でもスタートからおかしいもん、これ。やりくり勝ったー。あざあざ。この人はもうやり込んでるんでしょう。結果教えてください。何？1位。2位は？はい。3位は？あざあざあざ。今は何をしてるんですか？来週にセミの卒業論文のチェック発表があるので、まあ、ちょっと急いでそれのチェック発表に間に合わせるようにやってます。その卒業論文のそのテーマっていうのはどういったことを書かれてるんですか？テーマは明治大学体育会サッカー部とは、まあ、題名だけ聞いたらちょっとレベル低いみたいに思うかもしれないんですけど、どういう活動をして大学サッカーを広めていこうとしているのかとか、そういうのを少しでも論文にしてどういう価値を与えられるかっていうのを考えてやってみます。今から、上半身の筋トレをします。頑張ろう。寮母さんの料理で何でいきますか？それ、そして知りたいの。僕の中ではハンバーグですかね。おー、昨日じゃん。ハンバーグか豚キムチ。豚キムチ結構、自分の中で結構好きです。味付けとかすごい好きです。食事とか結構気にしてるんですか？食事はちょっと気使って毎日3食気使ってあると思います。美味しくいただいてください。ありがとうございます。今日一日密着でしたけど、はい、どうでしたか？まあ、普段通りの明治の姿と自分の姿を見せれたと思うので、まあそこは自分を、まあ、アピールというかみんなに見せることができたので良かったです。では最後に一言何かありますか？これからも、明治大学体育会サッカー部として、切磋琢磨しながら、関東リーグとインカレ優勝を目指して頑張っていくので、引き続き応援のほどお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。
で今日練習してやらせてもらって、はい、でこの後のスケジュールとしては今学校がないから、はい、午後はどういう感じだ。まあでも今僕ちょっと2年生の卒論があって、うん、あ卒業論文やったり、うん、まあ、筋トレとかしたりとか感じで、はいはい、まあ、比較的もう4年生はもう時間があるので、うんうん、あのまあ、自分の自由な時間にしてって感じです、うん、卒論大変だよね。卒論やばいですね。卒論やばいです。そうだよね。まず最初にそのプロ内定が今年の7月に決まった、はい、と思うんですけど、プロを意識し始めたのに何歳くらい？自分はずっとマリノスの小学校からマリノスの株組織に入団させていただいてたんですけども、高校生の頃は本当にまだ自分がまだまだ足りないということは十分承知してたので、プロっていうよりかはもう高校の頃はもっと大学でもう一回機会を直そうっていうつもりで自分はいました。大学1年生の時はもう全く試合に絡めずに、でセカンドチームでも苦心とかやったり、うんうん、本当に苦しい1年過ごしてね。2019年の4年生が本当強くて五冠取ったね、うんうんうん、全く通用しなくて、うん、もう大学サッカーってやばいなって、うん、で2年生の頃になってボランチにコンバートされて、うん、試合に出始めたぐらいからやっぱりそのプロに内定した選手と一緒に試合を出るっていう機会があった時からやっぱりプロを具体的に意識するようになりました。まあ、今トップじゃない、はい、あのね、1位だし、現在、はい、そのチームで練習参加して実際最初感じたものってどういうことを感じた？そうですね、やっぱりもう強度が高い上に質が高い中で、あの本当に、ま、明治が今日やった練習と同じようなメニューもあったんですけど、うん、それでもやっぱ質の部分がすごい高かったり、ま、全員がハードワークして、ま、前線からプレスかけてボールを奪ってずっと繋ぐみたいな、うん、でいい距離感でサッカーをしてっていうようなサッカーなので、やっぱり最初は本当戸惑ったというか、やっぱりレベルが高いなっていうふうに思ったんですけども、うん、やっぱりコミュニケーションとか取る中でいろいろ、うん、あの選手たちに教えていただいて、うん、ここでやりたいなって思って決めました。なるほど。でその中でもなんか印象残った選手っている？そうですね、僕は平田拓也選手。平田選手は、はい、あの自分がユース出身っていうこともあってすごい、まあ、平田選手覚えてるか分かんないんですけど、すごい気さくに話してくださって、自分が緊張してる時も結構入りやすく、ピッチに入りやすくしてくれました。あ、そうなんだ、はい、他はなんかプレー面っていうかさ、なんか強烈な選手っていた？そうですね、マルコスジュニオール選手です。結構自分のイメージではブラジル人選手って結構守備とかしないで、なんか自分のプレーやって終わりみたいなね、そういうイメージだったんですけど、すごい守備してやっぱり自分の練習生にもすごい指示出してくれて、もっとこうした方がいいよみたいな感じで言ってくださって、でプレーも上手いし強烈でした。なるほど。実際そうやってこの通用した部分ってどういうところだった？そうですね、やっぱり明治では強打の3連続っていう言ったんですけど、玉際警戒運動力とかそういう部分ではやっぱ自分の特徴でもありますし、そういうところはボール奪うとかは通用したと思います。あと、まあ、つながりとか、うん、選手の距離縮めてっていうのもマリノスユースの頃から意識してたことなので、そこは、まあ、少しは通用したかなと思います。同世代でこのライバルみたいなのってポジションは違うんですけど、やっぱ国士舘の棚橋選手、うんうん、棚橋明人選手は、まあまあ、小学校から駅が家の駅とか近くてずっと一緒に通ってたりして、うん、あ、そうなんだ、はい、で明人はもう代表とか入ったりしてて、はい、やっぱり自分は悔しい思いして、で大学でもやっぱ先に試合1年とか出てて、うん、悔しい思いもしてたんで、まあ、明人には負けたくないなっていう気持ちがあります。刺激には常になってるわけね、はい。どうせそういう存在いるとね、はい、あの頑張るよね、頑張るって反骨心じゃないけど、はい、悔しいもんね。なるほど。じゃあちょっと今後のまあ木村選手の目標、はい、チームとしての目標と、まあ、個人として今後どういう目標かっていうのをちょっと教えてもらって最後締めたいと思います、はい。チームの目標はやっぱり元日のクリスで優勝するっていうのが第一になりますし、自分の中でも本当に練習で個人としては、やっぱり、まあ、来年からプロになることで
方が示してくれるのは確かに信じて、あの自分を信じて見えたし、ありがとうございます。まあ、この後木村選手の午後の様子ということで、まあ、卒業のとこだったりまあね、筋トレだったりっていうちょっと映像をね撮ってもらおうと思うんですが、木村選手 SNS インスタグラムやってるので皆さんねチェックして、これからねその先にはあの横浜 F マリノスで内定ということで、そちらのね活躍する意味でもやっぱり皆さんの応援が必要になってきますので、皆さん概要欄の方に記載しておきますので、ぜひチェックして応援してください。よろしくお願いします。じゃあ今後もまた頑張ってください。はい、ありがとうございました。